とすいません、撮ってから配信ボタンを押せばよかったんですけど、配信したくてしたくてちょっともう撮る前に来ちゃったよね。右だけ違和感があったのよ。うん、えマジでさ、カラコン撮るの上手くなったんだけど。ね、開封していいですか。今日はもう本当にあの開封がしたかっただけなんですけど、まあ最近ずっとそうなの、配信してるの時はまあ基本的にそういう気持ちでしかないんですけども、こちら久しぶりに自分でボックスを外遊ができました。奇跡、仙台の奇跡、ありがとう仙台。仙台ありがとう。ちょっと編集もしないとなんだけど、一旦置いといて。はい、いい、嬉しい。この自分で手に入れるっていうのもやっぱり嬉しいですからね。やっぱだってさ、そんなあんま売ってないんですよ、こういうのさ、箱で仙台に行ったら売ってたんだもん、それ買うしかなくない。いやもう今月お買い物しすぎて、本当にお買い物もですけど旅行にも行ったりとか、ま、地方公演ばっかりなので、ま、お土産買ったりとか、まあなかなかにお買い物をしているんですけれども、だからちょっとセーブしよう、セーブしようって思ってたらね、思ってたらさ、いやもうだって出会っちゃったんだもん、もうそんなの聞いてないよ、あるなんてもう女よって思いながら、まあちょっと気づいたら買っちゃったんですけれども、はい、開けていきたいと思います。このパックはね、いつものやつよりもあのパックの中に入ってる枚数が多いけど、ちょっと薄めだよね、普通のよりって感じなので、こんだけしかない、なんかもう寂しくない、一個一個丁寧に開けちゃうよね、こんなの。開けます。ちょっとアホ毛があるのは気にしないでね、アホってるけども、ここ押さえときたいけども、ちょっとなんかまあもうね、下に降りたいって言ってるんですよ。まあ上に引き上げられちゃってるんでね、もう本当はそれはもしかして無理させちゃってごめんねとは思うんだけど、開けていきます。いただきます。はっ、おー、いいよね、この最初のさ、ドンカードから上がるよね、 NMB みたいなドンカードじゃない、ヒョウ柄といえば。いいよー、きっ、じゃんじゃん、おーじゃん、おー、これキラキラカードなんかな、じゃん、え、いい連番だ。いい連番してる、1時2時、おー、なんかミンゴのキラキラですね。悟り、おー、ミンゴキラキラいいんじゃないですか、わかんないですけど、はい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 、いいですね、キラキラ多いねって、確かにキラキラ多く感じるよね、多いのかな、ドン、おー、カイドウね、ヘルメッポ、マジピラフ、ベルゴ、うん、アッパーヤード、お、また虹出てきた、アーロン、イラン、お、カイドウだ、なんか強そうなカイドウ、じゃん、え、もっと強そう、白ひげですね、かっこいい白ひげが出てきました、いいね、うん、おやじ、おやじ、
これは多分わかんない、なんかかっこ、この2枚はかっこよさそうこっちとこっちね、なんか強めな、最後2枚なんか味濃みたいな感じですね。後味、味が濃い終わりをしています。まだまだ開けていきます。おじキャラ多い、おじキャラがかっこいいんだよワンピって。うっす、ほい、ドン、うお、サオ、へっ、わたあめ大好きチョッパー、この遺像めっちゃ見てるからめっちゃ持ってるかも。クリーン、白星技ですね。マム、お、ラディカルビームのなんかキラキラなんだ、キラキラなのかなこれ。うん、うわ、バルトロメオだ、みんなバルトロメオは何してんのかな今ねえ。はい、お、なんかめっちゃ微妙そんなね、この戦い方がもうそんなだから、こんなキラキラされてもそんななんだけども、まあいいぞ。キラキラ多いね、やっぱキラキラが多いのかも。うん、別にね、キラキラだとしてもさ、そんなにまあペロスペローにまあそんなまあ、うん、まあ、うん、次いきます。もう3パック目だって、もうやった、 4? 4, ま、4だった、44ですね。いきます、ドン。これは雷だから雷ね、はいはい、エネルさんのね、はい、1時と来たら2時じゃなかった、おたまちゃん、じゃーん、ゴムゴム、つるさん、じゃん、うわ、だからなんかそういうことよさっきから言ってるけどそういうことよ、ちょっとキラキラしててもさ、リュウマね、お、これ持ってる、じゃーん、あ、リュウマ、お、すごい、リュウマ2枚出ましたね、キラキラしてます。うん、そう、このカードのいいところは、そう、ドンカードが可愛いところ、ドンカードだけでなんかとんでもない枚数持ってるんですけど、ドンカードに関しては正直あの配りたいぐらいあります。ドン、危険、ファイパー、あ、4時、マムシ猫マムシ、貝のさばき、あ、サンジくん、じゃーん、フェロベティもなんかいっぱい持ってる気がする、じゃーん、お、キット、これ持ってるかな、どうだろう、じゃーん、おお、おお、紙面の感じがドンってきてほしいところではあるんですけれども、会えるといいですね。はい、いきまーす、ドン、お、ゾロ、私さ、そう、ゾロのカードのかっこいいの持ったこと、持ってないんですよね。ゾロもさ、なんかめちゃくちゃ超レアみたいなの持ってない、意外と超レアじゃなくても、なんかゾロのキラキラとかシンプルにないなって思いました。うーん、キラキラじゃないの出てきた、ブリュレの、うわ、トンギオネオミリードフィー、真似したくなっちゃう、いつもやってるよね、ドフィーって。あ、カイドウだ、なんかキラキラしてる、強そう、多分強いわ、10コストもいるもん、じゃーん、エネルの技ですね。なるほど、もう半分以上来てんのよこれ、マジで、もう後半戦なんですよ、全然推しが出ませんけど、はい、ドン、うわ、かわいい
コック、ね、あーこれもいっぱい持ってるかも。ベビーファイブ、うわ微妙微妙っていうか、まあ、バルトロメオのキラキラ、まあなんか別にキラキラじゃなくてもいいし、まあ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 、伊蔵さん、じゃん、お、ヤマトだ。これ持ってないかも。じゃん、白星。白星もなんかいっぱい持ってる気がする。うん。ヤマトかわいい。かわいいね。うん。残り3なの？つらい。開けます開けます、開けていきます。はっ、ドン、うわネズミ苦手なんですわ。バーリアかわいい、かわいくない？うわ、ベッチのカードこれいっぱい持ってる。この顔のベッチめっちゃ見覚えあるもん。いっぱい引いたよね多分過去に。はいはい、もういいってどんどん口悪くなっちゃうねこれ。ダメだね。うん、そのカードにも感謝はしてますよ。ねえいいって、もういいってもう今日おじさん多いマジいいって、これ何、これ、いいって、別にそんなキラキラしても別にいいって。いやいやいや、ちょっといや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 、ちょっとちょっとちょっと、なんじゃこりゃ、ちょっと待って、推しメンいないじゃん、どこ、キラキラしたおじさんがキラキラしたおじさんって可愛いね。キラキラおじさんがいっぱい出てきます。ドン、うん、うん渋いよね、ちょっと渋めですね、仙台渋めです。わっ、なんかいいよ、もうローの、ローのシンプルなローが一番シンプルなローで喜んじゃうからね。いや、おじさんおじさんでもガープがいいな、ガープのカードがいいな。うお、やばい、これはちょっと待って、これはなんかかっこいいおじさんこれセリカがセリカに見せびらかしたい。おう、虹、うん、これはかっこいいんじゃないの。スリカさんへ、見てください、シャンクスです。強そう、強いんだよシャンクスって、本当に強い声やば。このカードは登場したターンにアタックできる、もう速攻でいけるんだ。アタック時、相手はこのバトル中パワー2000以下のキャラのブロッカーを発動できない。ブロッカーも阻止しちゃうんだもんね。ふーん、強いです多分。ちょっとあんまり、ちょっとルールが。さあラストです。推しメンと会えませんでしたって、もう決めつけちゃダメ、まだまだ諦めるな私。ドン、おでん、めちゃくちゃおでんなんだけど、見て後ろ、めちゃくちゃおでんのドンカードなんだけど、かわいい、かわいすぎ。ほん、もういいって、ニジも出すぎって、うん、カリファもさ別にいいってガードホイト、うん、出るじゃん、出てきたよ、かわいい最後のパックに入ってるんだ、なんだ、いたんじゃん、かわいい。これ持ってないかも。やった、推しでした。
ベッチ。お、持ってるなこれ。サボラスト、ベビーバイブベビーバイブで終わった。そこはおじさんであってほしかったな、まあ逆に言うとねまあ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 といった感じの、はい、といった感じでしたね。あ、でも嬉しい、ルフィ出たのは嬉しいですね。青いルフィです。自分の手札を2枚捨てることができる。相手は自身のキャラ1枚を持ち主のデッキの下に置く。相手は自身のキャラ1枚を持ち主のデッキの下に置く。お、なるほどね。2枚捨てて相手のキャラも1人。ほーん、勉強したいところなんですよね。そうなんですよね。まあそうですね、このシャンクスが一番かっこよかったのかな。まあちょっと本当に、まあちょっと今日のカードは面白いですね。まあちょっと濃いキラキラなおじさま方が登場された回となりましたね。あー、これまた整理しないといけないんだよな、これ。マジさ、整理したんだけどね、全然整理できてなくて、あのもう片隅に、部屋の片隅にカードの山ができてます。カードの山といってもですね、一応パックの中に入ってるんですけど、ちょっと一個ぐらい持ってきたいなと思うけど、もう本当に無理。どれかな、もうちょっと待って。もうちょっとこれ整理の仕方本当にわからないんだけど、カード多いよ。そう、まあ、こうやってね開けちゃうんでね、またもう整理できてないよね。こんな状況なのがもういっぱいあるんですけれども、何ですかこれ。これは何のカードの集合体ですか。あ、これは整理整頓できてないやつですかね。あ、青色のカードがいっぱい入ってますね。これ青のカードですかね。青色のカードです。そっとします。さようなら、さようなら。これあれだ、ドボンだ、ドボン、ドボンのバーストした時の私ね。はい、もうドボンですね。ドボン状態、バースト状態です。助けてください、カードがいっぱいあります。本当にバーストしてます。どうしよう、本当に助けてほしいね。一回ちょっとさ、集まれる人集まってもらってさ、ちょっと一回この整理する時間をちょっとやりたいよね。ちょっと手伝ってくれないって、あの手伝える人、手伝ってくれたらドンカードあげますドンカード買い、ドンカード無限にあるんで、あのドンカードあげますっていう、うん、ねえ、カード整理だけは本当に教えてほしい。どうやってやったらいいんだろうね。まあ、結構な、何からそう始めればいいのかもはや分からなくて、あ、握手会の会場でさ、なんかあれでしょ、あの交換会みたいなのあるんでしょ、トレーディング、グッズとか写真とかそういうの。私もブース作っていい、ワンピカード整理会っていうスペース作っていいキッチンカーの横ぐらいにキッチンカーの横にさ、私も作ろうかな。そう、ちょっと潜入してみたさあんのよ、そのトレードしているところに。そう、どういったところでみんなはどういう感じでトレードしているのか気になります。潜入したいキッチンカー行けるからワンチャン行けるのではと思うんですけど、まあ、行ったところで私が何かするわけでもないので、まあ、ただ本当に視察ってことになっちゃうんで、まあ、行く意味というか、まあ、行かしてもらえる、その、まあ、ちょっと難しそうですね。うん。いつか行けるのかな。握手会の予定がないんですね。あ、振り替えが持ってる方オンラインのね、6月お休みした分が
来月ぐらいにあると思います、多分。はい、よろしくお願いします。そうそうね、よろしく。東京が握手会もあるよね。あるある。あ、今週はあれだけど、日曜はあれか、ライジンのイベントやって、その次か、その次の週があれ、イベントか、星屑テレパスのイベントやって、その次の日が幕張だっけな、うん、だったと思います。はい、それやって、そうそう、その次の週とかにね、そう、熊本で映画の上映会があったりとかもありますし、その次の週とか何してるんだ、北海道半身、その辺3週目くらいだっけ、合っているかな、うん、その次の週に多分、福岡に行って、で沖縄だ。そう、来月はね、まだね、なんか週1で何かしらの何かが起こるってところはちょっとあるんですけど、11月よ、問題はね、11月って本当に何してるん、来月も結構何 しようって思ったりもするんですけど何にしよっかな。11月が本当に何も見えてないですね。結構韓国行きます。もう応募は終わりましたっけ。26日まででした。今日は多分27日です。合ってますかね、27ってどっかで見た数字を。だから11月ね、韓国しかないかもそんなことはないね、多分何かしら近くになったら何かしらあると信じています。あと福岡でラジオのイベントがあります。それだけ。めっちゃ1週目で終わるね。後半 の3週間ぐらいあると思うんですけど、そこは何をしているのかしらね。11月の韓国って寒いのかな。寒そうだよね。てかいつから寒くなるのかなっていう、来月からちょっとは寒くなるのかね。ね、多分寒い。分かんないよね。なんかさ、10月の頭ぐらいまではまだなんだかんだ暑いって聞いたりもしたんだよね。そうなん。タワー来たよって。光。ありがとう。熊の可愛いね。最近なんかクマに反応しちゃうんですよね。なんでだろう。そう、多分ね、ナルタオとかでもクマのスタンプ使うようになって、なんかちょっと愛着湧いてきて。そうです、やっぱ熊本だしね。そう、大きいです。熊本なのがもちろん一番大きいですね。一応熊本なんで。親知らずね、待って、忘れてた、待って、本当にすっかり忘れてた。よく言ってくれた。いやー、確かに最近歯医者
歯医者を確かにこれチャンスやん絶対。こう来月親知らチャンス来ちゃったやん。もうまあ行かないとなんだけど、うーわ私もなんかすっかりねあれだった、もう頭になかったね、ダメだった、そうだった歯医者ね、そうだった。歯医者って次回の予約するじゃないですか。まあ次回の予約した時はいいんだけどさ、あの次回の予約が立てられない時があったんですよ。そうそうそう、それがもう何1ヶ月前とかの話かもしれないんですけど、そうだからそっから行ってないんだよね。次回の予約をその場でしないともう次回なんてないですね。自分からだってわざわざねこうまた予約取るための電話だったりとかもねするわけないじゃないですか。そんな好きじゃないんですから歯医者なんて、そらーしないよね、そらーそうだわ。だから絶対その次の予約どうされますかの時に絶対にしないといけないってもう心に決めたんだけど、心に決めたんだけど、まあまずとりあえず予約しないといけないっていう今現実ね。うわーなんだろうね、かき氷の予約は率先してやるのにね、もう信じられないぐらいの気合い入れてやるのにね、もうやっぱねこう苦手なことっていうのは絶対にありますからね。頑張っていきましょう。なんか別にね、もう最近は別に歯医者も大切だっていうことも分かってきたし、あの大事だなってやっぱ思うんですけれども、いやどうしてもやっぱり行きたいかって言われたらやっぱ行きたくないが勝っちゃって、ね後回しにしちゃったりとかねしちゃってるんですけれども、でもねなんか行った方がねいいんですよ。そんなの分かってる、分かってるよ。そうだよね、行かないとだよね、行かなきゃだって終わらない、一生こうやってもうあのいつ行こう行かなきゃだよねってこう一生何か問題を抱えたまま生きることになる、これは良くない。そうなんです、踏み出しましょう、一歩踏み出しましょう、その方がねいい、それも分かってる、分かってるんですよ、分かってるんだけどね、この足がこの心が動かない、これが大変なところです。もちろん面倒ですけど、面倒とかよりも、ね、行った方がいいに決まってる。そうなんだよな、まあ、こうやって葛藤しながら、まあ予約をしよう、予約はします、絶対に。演説みたいだった。そうなんだよね、そうわかる、なんかね一瞬なんですよ実際。うわやだやだやだと思っても、そうそうそう、これが終われば幸せだって思えばなんかいけるかも、いける気がしてきました。行きましょう。ね、行っちゃえばそう終わるから、行くまでが時間かかるだけ。そうそうそう、行っちゃえば一瞬だからね。これずっと言ってますけどね、もうなんかもう親知らずの話、今回っていうかもうショールームでどれだけやってきたのか、本当に素晴らしく。そうなんですよ、やめてほしい本当にね。最近の私の見ているもの事情は、事情ドクターストーンをなぜかもう一回見返しています。なんかね途中から第3期か4期か分かんないですけど最後のが追加されたけど、見始めようと思ったけど全然覚えてなかったので、なんか今ながら見みたいなノリでドクターストーンをまた見始めました。時折ワンピを見ながら見ています。なんかねセリカにまたねドラマ進められたんだけど名前忘れちゃったんだけど、あのペントハウスっていうのをね見てたんですけど、韓国のドラマ、また韓国のドラマ進められたんですけど名前が出てこないけど、そこで悪役だった人が出てるやつ、名前が出てこない、その名前すら出てこない、一番悪かった人っていうか、なんだっけ、いやソジンじゃない、チュダンテだチュダンテ役の方が出てる作品なんですよね。役名で覚えてるんで、あの俳優さんの名前をちょっとわからないんですけど、
それをね、なんかまた言ってたんですよ。この間っていうか昨日か、埼玉出張公演の裏で喋ってたら、これおもろいでって、ペントハウスよりイライラするけどって言われて、えそれ私大丈夫かなみたいな。結構ペントハウスっていう作品も、ね、結構もうずっとムカムカしながら見てたんですよ。まあ、ドラマを見ながらムカムカするっていうのもちょっとどうかと思うし、まあ、日によっては受け入れられない日もあったんですよ。やっぱりそういうドラマってもちろん面白いし、すごい気になる、先が気になるっていうのもあるんですけれども、本当になんか久しぶりにこう見てイライラするみたいな。もうね、なんだろう、厳しい日は本当に5分でそっとじしちゃうぐらい、まあ、イライラ度が上がっちゃうぐらいの、そう、ペントハウスっていう作品もすごい、なんかもうずっと渋い顔してましたね。多い、あとなんかちょっと感情的なシーンの時の感情の上がり具合がすごくて、それちょっと日本のドラマにない感じというか、起伏がすごい上がりきってる時があって、なんか怖いです。うん、そういう楽しみもありますね。はい、そうですね、あれはちょっと怖い、うん、思います。すごいね。でも逆にそれがなんかうおーって、なんかスカッとする時ももちろんあるっていうか、うおーやってますねみたいな、あれどうなってんだ裏側と思いながらね見ちゃいますね。そう、最近そう、なんかさ、視点がね、なんだろう、ショーとかステージとか見る時の視点がなんかね、出る側の視点で見ることも多くて、これはねメンバー何人か分かってくれる子いると思うんですけど、なんだろう、いやワンピースのショーとか、まあ、見に行ったんですけど、ユニバーでやってるね、あれね、なんかもうデイチとかなんかめっちゃ見ちゃって、なんかそういう目で見てる自分もいて、もちろん普通に楽しんでるんですけど、なんか一個なんか頭の片隅で、なるほどここでこっから出て、あーなるほど、なんか動線をなぜかこう把握している自分がいて、別にやるわけじゃないのに、そういう目で見ちゃう、これは職業病なのかなってちょっと思いましたね。そういうところ、なるほどねって、これはこうやるんだみたいな、あーっていう、なんか本当にマジでさ、いや、うん、こう純粋にもちろん楽しんでるところもあるけど、もうね 100% 純粋かって言われたらそうじゃなくてなんかね、仕事っぽい目で見てる時があるっていうか、出ないのにね、うわこの縦の稽古とかね、なんかね、うわこれあれかな、私たちの場合縦がある、舞台の時は縦だけは絶対毎日欠かさずショーの前に、ってか公演の前に縦の時間は絶対にあるんですよ、その本番ある日やってるのかなみたいな、そういうのなんか考えちゃうよね。何これ、本当にいらんこと考えてるよ、これいらんと思う、いらんと思うのよ、そういらないのに考えてんの何これ、本当にちょっとそうなんですよね、変な視点持ってて嫌だな。バミリとかね、もうバミリとか、そうなの、いやだ、そういう視点いらないのにね、無駄についちゃってるの、そういうのがね、うんねえ、なんかあるよね、ある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 、純粋じゃないところ、なんかね、いやだよね。そう、最近バミリも得意になってきて、このぐらいで縮めれば何人がどんぐらい立てるとか計算もね、なんかできるようになりますね、うんアイドルになって、そうだね、
そういうところね。まあ確かにそれはそれで楽しんでるんだろうな。まあ多少ね、もちろんそれがすごく嫌っていうよりもね、なんかもう、うん、そうなんですよ、裏方視点ね、うん、ありますね。そうそう、そういうことをしてたらキャプテンになって、そういうことしてたらなんかそうなのよ、今があるところはあるかもしれない、こういう視点ね、なんかね、うん。何の話？何これ、何の話？面白いこの話、私の最近の頭の中の話ね。うん。みんな明日何知ってる？みんなは明日なんか予定あるの？私はあるんだけど。うん。そう、今なんか土曜日何してるって聞くのにハマってる。仕事が多いか。うん。あのね、カラオケしたいなと思ってたんだけど、若干今伝わってるかな、声がね、微妙にかすってますね。うん、かすれてきてます。でも喋ってるんですけど、歌うには向いてないかも。そう、若干ね、かすってるよね。そうなのよ、本当に大丈夫。でもそんなにね、重症感はなくて、割と、あ、黙ってたら治るだろうなって。黙ってないくせに言うけど、黙ったら治るぐらいの量、大丈夫です、これは。うん、明日ねライブもありますもんね。そうだね、あの昇格、あれラストかもね。そうだよね、そうなんですよ。でもさ、喋るの止めるの結構辛くない？本当に思う。いや、おしゃべりなんだろうね、無限に喋れるもん別に。あとね、最近ね、早起きして、じゃあ早寝して、あの早起きしてから、まあ、夜やってるような編集とかを朝にやろうって思ったんですよ。思ったんですけど、まあ、早寝はできたんですよ。それで早寝はできた。いつもよりももちろんその編集やってる時間分ぐらいの量をね、そこやらないから繰り上げて寝ることはできたんですけど、起きれないことに気づきました。起きれないです。はい、あの寝かしたらちゃんと寝ます。私あのショートスリーパーなんですけれども、もちろんショートスリーパーなんですけど、朝起きるっていうことがどっちかっていうと苦手なんですよ。気づきました。朝に何かをすることの方が苦手。夜に早く寝るのができないっていうよりも、夜に早く寝ることはできるみたいなんですよ。そうだから今、はい寝てって言われても寝れます。ここで、はいおやすみなさいってできるんですけど、ね、そうなってくるとね、こう、うん、早起きがねちょっと厳しい。まあ今そういう生活を送ってるのもあるかもしれないけど、結構ね夜遅くに帰ってきたりとか、いや夜型と思ってたけど、夜型とかじゃなくて朝型になれないだけ。朝型じゃないってこと、夜型だねじゃない、朝型じゃないねなんですよ実は。これあの夜にやるしかなくて、夜にやってるところはある。まあ、夜は起きてられるっていう意味では夜型なのか。ね、やらなきゃいけないから起きてるってだけなのかも。だから早くは寝れるもん。そういうこと、そういうこと。これが夜型っていうの？そしたら夜型になってくるんですけども、いや朝の方ができないなっていうだけです。だから朝型の人すごい、本当にすごい。コツ教えて今度、なんかあれば。何？なんで？朝に。なんか言うじゃん、朝の方ができるよって、作業が効率よくできるんですよとか、なんか研究とかもね、なんとなくあるじゃないですか。結果的にも、研究結果的に朝やる方が
脳に入るとか効率が上がるとかめっちゃ言うけど、本当にってそうかってなるのあれなんでだろう、え、遺伝とかもあるの？そうなの？でも私のお父さん毎朝5時とかに起きてるんだけど、どうして？わかんない。いやでもね、本当にずっとなの。私が熊本いる時からずっとそう、なんか朝に、朝からもう朝会うことがない、お父さんに会うことはないです。でも夜は早く帰ってきてくれる。そう朝方だよねそうなのよ。うん、そう。でもね、まあそうだよね、習慣とかね。そうだよね。いやもちろんね、8時とか7時とかにね仕事スタートとかいう生活してたら多分おのずとそういう生活の習慣になってくるんだろうけど、まあね、時間がね確かに様々なんだよなってところはある。うん、明日は何時に起きようかな、何時に起きれるかな。今日はちょっと夜、まあもうちょっと編集したさがあるので、ちょっと1時間ぐらい配信終わってパソコンいじろうかなぐらいですかね。うん、そうですね、明日もねあるんで、表情を文字にしないでねえ、明日は間違えようがない集合、大丈夫。今日はなんで間違えたんだろうね、本当今日間違えたんで、集合場所をね、久しぶりに集合場所も間違えるって、私経験あるかなってぐらいこの10年で、いやなかなかに見落としがすごかったですね今日に関しては。やっちまいましたね、うんと思いますけど、まあ全然大丈夫でした、場所ミスったけど、まあまあまあ、あるかな、全然。いや到着して着きましたって連絡しても誰もいなかったからおかしいなとは思ったんだけど、全然おかしいなって思えなくて、連絡してマネージャーさんに、それで気づいて、え、そっちですかってちゃんと見たらそっちだったんだよね。いやーなんか良くないな、ちゃんと見落としてたからね。そうなの、思い込みだね今回の場合は。あ、こっちじゃないんだねみたいな感じなの、割といつもだったらこっちだよねってところだったから、あっってなっちゃったねえ、ダメだよね、なんかね、ちゃんと、うん、大丈夫です。15分ぐらいの距離だったので全然支障なくってところではあるんですけど、まあちょっとヒヤヒヤさせてしまって、本当に、うーん、ね、ありがとう、よかったね。確かにね、そうだよね、集合場所とかも違う、確かにいろいろさ、毎日日替わりのとこあるよねこの職業。確かにな、同じところにずっと行くことあんまないもんな。まあレッスン場とかはあるけど、もちろんねえ、うん、よくね、確かに握手会場間違えたは何回か聞いたことあるな。それは幕張か横浜かね、これ結構きつい話ですよね、真逆すぎてね、うん、ねえ、
遠いからね。いや結構積んでますねそれは。私もう間違えたらね、もう私は横浜で遊んで帰るか、もう今帰りで遊んで帰っちゃうかも、もういっかって、なんかせっかく来たしってなんか遊んじゃいそう。戻ってきてくれた方も知ってます、あの実は幕張に行っちゃってみたいな、幕張って何、横浜戻ってきたのって方も実はいらっしゃったり、うん、そうそうそう、ちゃんとね、でもそう来てくれるんですよ、マジかと思って。そうなのよ、結構かかるよね、本当だよね。ねえ、積んじゃう。いやね、私、まあね、うん、間違いないようにしたいですねって話です。それに関しては本当に気をつけましょう。やっぱりダメですね、ちゃんと確認しましょう、大事。うん、幕張、そうね、さあ今何時ですか。多分11時22分。お、惜しい。まあほぼ一緒じゃん、ほぼ5分くらい後でしたね。ふんふん、誤差5分って結構いいやん。まあ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 、あと30分ぐらいありますけど、そうね、ドボるのか何なのか。みんなはまだ起きてるの、起きてたりするのかな。まあね、起きてたりしますよね、1時か2時かなぐらいまではね、起きてたりとかしてね、まあ、携帯触りつつドボンしつつ、まあね、なんかテレビとか見ちゃったりしちゃってね、そうやって起きてれますよね。私も多分起きてますけどもね。ドボンやった、さっきやったよドボン。なんかね、最近時間合わせでウィバースとかで時間合わせでやってたりするんですけど、さっきはね時間合わせとかじゃなくて久しぶりにねバッてやってみたんですよ。ね、それでね、鳴る推しカードの人とかに会うとね、やっぱ嬉しいですね。それはそれで、合わせで会えるのはもちろんね会えるけど、適当にやってる時にね会えたりとかして、うん、そうなのよ。ありがとうございます。ともう会えないね。会えないのはどうやったら会えるんだろうね。結構こう時間合わせやってるんですけど、どうやったらいいんだろうね。まあね、なんか意外と適当にやってる時の方が当たる可能性ある、そういう人は。時間合わせで会えないって人はどうだろう。ぜひぜひ。私はなんかサイトで時間見てるんですけど、7って、あ、まあ、8秒、急にね、8秒でボタン押すとき、8秒何分何分何秒のところが8秒でやりますって制定してる場合は、7って数字が見えたら8って言いながら押してます。割と8、これ8だろうってぐらいのことタイミングで、 8って見えた時じゃないんだよ、8ってタイミングだろってこう自分の中で7、うん、8ってやってるんで皆さんはそれでやってみてください。今度1個前の数字を見守って切り替え、ピッて、その前をだから5、6、もちろん5、6、7、はい8ってやってるんで、割と多分ジャストだと思ってるんですけど、まあ、たまに早撮りしがちですかね
早撮りしがちかもしれない、ちょっと早撮りかな、だからまあ7って数字見た瞬間にパチって押しちゃうんでちょい早撮りぐらいの、はい、感じなんで、すいません。こう、まあもちろんラグも計算してるんですけどね、なんとなくこのスピードでね、はって、あ、なんかみんなもそうやって頭でこうカウントして、うんうん、やってみてください。そしたら当たるかも結構そのね、いやわかる、あのね、でもなんか日によってずっと当たる人とかもいるの、なんだろう、なんだろうね、あれ、このなんだろう、 2,3 回同時一緒にプレイするっていうのもここ数日同じ方がそういうことあるんですよ、うん、あれなんだろうかね、なんか多分私と同じことやってるんだろうなと思って、5、6、7、8ってやってる人たち、このコツを掴んだ人たちがいっぱい生えてるので、それですね、ぜひやってみてください。これは私の中で私とマッチングするためのコツですけどね、はい、メンバー人それぞれあると思うので、はい、ぜひ今度やって実践してみてください。あ、こういうの言えてよかったですね、ドボンの話ね、ドボン待って、あとでもさ、もういつ終わる、もう終わるじゃんね、え、月曜日までですか、30日までですかね、もう終わっちゃうよ、楽しんでいこう、いっぱいプレイしよう、うん、あと3日しかない、月曜昼まで、そうなの、タイミング見つけたらやる、あ、じゃあ明日はやります、明日もやります、今日もやったんですけど明日もやりますんで、明日、うん、やるやるね、あっという間、待って、もう9月終わんの、そう、9月終わることの衝撃はもちろんのこと、10月なのっていう衝撃ももちろんの、なんかいっぱい衝撃的だよね、え、待って、出張あと1ヶ月もないのとか、なんか最近衝撃的なことにいっぱい出会ってます、衝撃受けてます毎回、マジ、え、そうなのみたいな、うん、一押しガチャ始まった、え、聞いて、ガチャずっと引いてたんだけどね、なんかもう 5分ぐらい、時間で言うなよ、何回だよって思うかもしれない、5分、いやもっとだね、7、8分ぐらい回し続けてた日があったんですよ、ガチャガチャを、1枚もキラキラの自分のカード出てこなくて、そんなことあると思って諦めたんですよ、7、8分くらい、え、めっちゃコイン溜まってますよ、多分みんなにお配りしたいぐらい、コイン無限に持ってます、やっぱね、毎回引いてないんですよ、なんか気が向いたらガチャ回すぐらいでやってるので、あのこれまでの累計がすごい溜まってるんですよねうん、いや全然当たんないです、あれだから今やるしかないです、この一押しガチャの時に回すしかないですね、ぜひ回しましょう、うん、ね、応援グッズが欲しいですって、え、応援グッズ安売りしてない、割とペンライトってなんか 安いですよねドボンの中の話よ、割と安売りな気がしてたんですけど、そんなことないですか、すいません、ごめんなさい、コインが無限に持ってるんで、本当にコインはだけ、あ、ハートは無限なんですけど、メンバーはあのコインに関しては頑張らないとたまらないので、いやコインは私が貯めたっちゃ貯めたんですけど、あ、貯めたのかな、もらえてんのかな、わかんないな、いやコインは自分で貯めてるよね、うん、うん、ペンライト消耗品、うん、ね、地道に貯めていくしかない、うん、そういうこと あ、コメントいいね、あ、確かにみんなのコメントをなんかいいねをしてくれたらコインもらえるんです、それでなんか知らんけど、
すみませんね、みんながいいねしたらなんか知らんけど、私コインもらえてました。みんなのおかげでした。みんなのおかげもあります。私結構いつもあそこでコメント書いてるもんね。なんか今は実は目標があって、そのやっぱりドボンで一番楽しいのはドボン返しだと思うんですよ。一番楽しい、攻略的に行った時のドボン返しが一番楽しいと思うんですよ。まあ、なかなかの確率です。だってやっぱカードの引きの良さもないと結構できないので、私は今ドボン返しをやりたくて、どうしてもドボン返しをやりたいっていう気持ちでやってます。はい、なかなかね厳しいですね。やっぱやりたいと思ってもう数日経つんですけど、ドボン返しできないですね。結構頭脳派プレイやってるつもりなんですけど、やっぱ引きのカードがね悪かったりすると結構きついんですよね。もう、うん、いや見たいよねドボン返しね。うん、ねえ、そうドボンライブいつやるんだろうね。ドボンライブ出れるように引き続き頑張っていきたいと思います。今県内です、もちろん皆さんのおかげでね。ちょっともうライブしたい欲ももちろんひしひしふつふつドキドキワクワクビシビシバシバシ湧いてますのでね、結構歌って踊りたかったりするんですけどね。そうしばらく歌って踊らない可能性あるな、本当にな。それはそうなんだよね。結構厳しいです、厳しいこと言われてますね。これはもう助けてください練習とかはあると思うんですけど、もちろんここからね、うん、一人でショールームで踊るかここで、え、ダンス配信とかどうやってやるの？ダンス配信って音かけていいやつだっけ？え、おうち公演、確かにおうち公演や、おうち公演、 OUC 復活、一人で復活しとくここでカラオケの音源ね。え、絶対画面揺らしちゃうからな、どうやってやろう、いっぱい考えてやんないと、それに、ね、やるならね。確かに、うん、暇だし何かの公演を起こすとか全然できそうだよね。やる機会ないけど自己満のあの公演まるまる振り起こしっていう企画も別にできるんですけど、逆にどこかでやらせてくださいってなっちゃうよねこれね。こんだけ覚えたのに、え、出れないのにやることあるっていうことならできる。マジ？悲しいってなるよね。でもね、こんなに覚えたのにみたいな。披露はできません、ただ覚えたっていう事実あります結構これ何、やだ、やる機会欲しいよね、そしたらって思っちゃうよね。やる機会ないんだよもうここ絶対に苦しいよそれ。覚えて嬉しいもあるけど、覚えたのに私の出番はないんですかっていう状況でしょ。結構寂しいこと言ってるよこれ。できるかなね、うわ、心の中には永遠に残るよなんかいいっぽく言わないのよ、言っちゃダメよもう。結構な体力よ。まあそっか、体力は有り余ってんだよな。そうなんだよね。いや走ろうかなと思ってもなんかやることないし走ろうかなって思うよね。割と出張、みんなが出張行ってる間ね、うん、いやもちろんやること他にもあるんですけど、走り出しちゃいそうなぐらいの、まあ元気は残っちゃうかなっていうところはありますけどね。うん、そう、てかさ今ねすごいいい気候になってきたよね。でもいやまだ暑いんだけど昼間とかは、でも全然
なんかね、風が吹いた時のこの秋の風の雰囲気があって、もういい、なんか夜とか特に朝もだけど、朝とか夜とかが結構涼しくなってきてくれて、もうこれはすごく嬉しい。朝活したいなって思うんですけど、まあ話がまた戻るんですけどね。いや、朝起きれる人になりたいよ。なりたい、なりたいな、習慣だよね。じゃあ来月だけできるかも、本当に。うん、なんかそんなに夜遅く系があんまなければいける気がする。でもこんだけね、いや何年も言ってるんですけど、何年も言ってるんですけどね、でも私意外と始めたらとことんタイプだったりはするので、なんか始めたらね、うん、割とでしょ。そう、小麦粉もね、抜き続けてますよ、ちゃんと。はい、抜いてますけど、小麦粉はだからね、なんかここまで、まあ、4ヶ月ですか、5月から5、6、7、8、9、もう5ヶ月ぐらいか。え、これノリで始めただけのことなんですけど、あのなんて言ったらいいんだろう、もうさ、あのなんかさ、なくてもOKになってきちゃったからね、なんかあんまりちょっとつまんないなってそんなにうわーって別にならないから、なんかさ、だからね、そうそうそう、だからやっぱかき氷は止められないので、え、なんだろうね、別に確かにそんなに過酷な環境を作りたいわけじゃないんだけども、ちょっとつまんなくなってきたかなっていう、なんかあークソーってこの思う感じも大事だなっていう何これ、え、やっぱ苦しい状況の方が良かったりする、何これ。そう、縛りね、確かにそうなのよ、ある方がなんか楽しい、楽しんでるんだ私多分、分かった、楽しいんだこれが、そっかそっか、楽しいのか、めんどくさいねってことで、まあちょっとアイスをね、今昨日から昨日高らかに宣言したような、昨日だっけ一昨日だっけ、うん、アイスは食べませんっていう、アイスまあでもね、アイスってどこまでアイスってところはあるんだけど、あのコンビニに売ってるようなアイスとか、アイス屋さんのアイスとか、もちろんそういうのだって、アイスっていう名称はやめますずんだシェイクはあれはアイスじゃないです、シェイクですっていう話、うん、そういう話。でも結構アイスを禁じられるのも結構辛いかもしれなくて、小麦なんかよりもやっぱ辛くて小麦なんかよりも辛いです実は。うん、スムージーもスムージーっていう名称じゃないですか、固まりきってないそれなので、固まりきっているそのアイスというものは、そうなのよ。ソフトクリームって何？あれ、そう思った、自分で言っておきながらね、ソフトクリームはどちらの部類でしょうかって思った時に、まああの子も、まああの子ももうアイスだよなって思ってあの子もダメかって。ジェラートはどっちだと思う？ジェラートはみんなどう思ういや、あんまジェラート食べる機会がないんだけど、まあ、ジェラートもまあ部類的にはあの子もまあアイスなんじゃないかなって思うんだよね。そうだよね、うん。でもアサイーボウルに関してはアサイーボウルなわけでアイスとは言われてない、アサイーボウルは OK だって思ってます。まあ実際は固まりきってないですからね、あれもね、はい、あれは違います、アサイーボウルですそうそうそう、このね
あのね、小麦は簡単なんですよ。小麦粉って書いてあったら食べれないってだけなんですけど、あのアイスって、まあ、どこまでがアイスなんていう、これね考えてました。そう、はっきりしとこうって。うわー、結構今思いました。ソフトクリームが食べれないのは結構辛いです。ソフトクリーム結構好きです。でもまあ最近食べたかって言われたらあんまり食べてないですね。アイスの方が食べてます。この夏は本当にあのかき氷週3ということをですね、あの制定した日からアイスに頼る日が多くなっちゃって、もうね良くないなと思って、もう甘いもの、まあ、ただでさえ甘いもの大好きなところあるのでちょっとやめようって、そうそうそう思いまして、なので本当にね、だからかき氷だけはすいません、かき氷だけは許してくださいっていう状況なので、以後週3、週3っていうのは週に3日食べれる日があるよっていうだけ激甘ルール。なんで甘いもの、甘いものが一番好きな食べ物ですね、多分気づきました。うん、まあ、かき氷だって甘いものなんですよ。だから甘いものばっか食べちゃうので、だからね、かき氷をもっと味わうためにもこういうことをするとさらに美味しくなるのではないかということです。はい、ってことでそうそうそうね、あるじゃん(笑)どこまでアイスかについてはちょっと本当に気づ、ちょっとね、フラペチーノはフラペチーノですよねあれはアイスクリームではないですね、私の中では。フラペチーノ、そういう名前がついているから。うん、まあそういうことですね。ゆるいです。だから言うとゆるいんです、私のこの縛りは。ちょっとゆるいんですけど、ちょっとゆるくないとちょっと無理かもしれない。ちょっとね、小麦粉に関しては割と真面目にやってるんですけどね。でもただね、真面目にやりすぎたらもう醤油とかに入ってる小麦粉、なんか一部小麦粉含むとかまでやったらもう本当にキリがないので、そこまではやってないんですけど、明らかに小麦が原料だよねっていうやつはもう、うん、解禁日をいつにするのか、果たして。結構確かに忘れてるだけなんですよね。だからそうだよね、かき氷も立ったら多分立てるのかもしれないんだよなと思いましたね。うどん大好きだったんですけど、そう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 、そばとかね、あ、十割そば持ってるじゃん私、そういえば。どこだ、長野で手に入れた十割そば、あれがあるじゃないか私には。忘れてた、そば持ってました、食べれるの。どうしよう、でもこれ食べたらさ、なんかさ、どうしよう、なんか思い出しちゃってさ、なんか忘れてた、それに気づいてさ、なんか復活早まりそうだな、なんかね、これが麺だみたい なんか感動しちゃいそう。うん、なんか今ざるそばで食べるのか、あったかいそばで食べるのか悩んでる。でもざるそばみたいな、あの冷たいそば、うん、が好きなんだよね私は。冷たい派なんですよ割と、そばって。だこの夏食べなかったの、確かに去年めっちゃ食べてた気がする割と、うん。でもなんかそんなにね、何かが変わったかあんまない、あるのかな、どうなんですかね。自分の中ではあんまりですね、実はすっごいわかりやすくこれがってあんまない。
あと10分だって、あっちゅう間です。皆さん今日も終わります。でも明日があります。明日は何してますかってねえ。ちなみに私今月も、今月じゃない、今週かき氷も3日間食べたんで、食べれないんですよ明日も。今日も食べてないんですけど、今日も食べない、明日も食べれなくて、明後日食べたいなって思います。うん、ねえ、うん、あ、そう、1週間はどこから始まる派ですかっていうタイプね。私日曜計算でやらせていただいてます。日月火水木金土で言ってます、なんとなく。え、なんか日曜スタートが普通なの、わかんないけど、そう、なんかあるから、私は日曜から計算しています。実は日月火水木金土タイプです。まあ月火水木金土日の方がなんとなくねわかるんですけど、そう、気持ち的には、そう、今週のワンピやってるんで、やっぱ私的にもさ、月曜日がなんかこの週の始まりだとか思うんですけど、たまにこう日曜日の時に来週頑張ろうっていう言い方した時に、ん？今週かってなるんですよね。だからやっぱ日曜スタートなんだなって、それでなんとなく計算的には日曜日でやらせてもらってますっていう話。はい、そうそうそうカレンダーもそんな感じだよって。あ、そうだっけ。最近スケジュールはあの手書きだったんですけど、ずっとなんかね、手書きやっぱ時間が取れない時が多くて、アプリになりました。はい、家計簿は続けてますアプリ事情ね、最近の。うん、そう、家計簿続いてるのすごいよね。3年目ぐらいじゃない、もうなんか9月ぐらいに始めた記憶あるんだけど、いつかの、そう、3年前の9月に始めた気がする。2021年に始めた家計簿も、もう3年経ちましたね。そうです、はい、ちょうどね、まあもう月末ということもあって、なるほど、私はこれにお金を使っているのですねっていうのを自覚するので、割と家計簿はなんかちゃんと続けられてます。はい、今月は趣味にいっぱい使っていますね。趣味というかそういう時間が多いですね。まあそう、かき氷のおかげでやばいです。はい、かき氷は知ってます。かき氷に使ってる金額に関しましては知ってます。でも基本そこに使いたいなってやっぱ思ってるので思って食べてるんで、はい、知ってます。見て見ぬふりとかはしてないです。向き合ってます、真正面でバジバジに向き合ってるんですけどふんって全然ありがとうって思いながら向き合ってます、全然ハッピーだからね、それもハッピーに、ハッピーは大事、ハッピーは摂取した方がいい、うん大事大事大事、うん、ね、そうそうそう、言います、お金、お金を使うことが大事って、そう、使うときはいつも唱えますね、そういうことを。はい、持っててもねっていう、まあ、使うこと、これも経験だって思いながら、まあそういう、まあね、いいことをいい、そのお金を使うといいよっていう名言をいっぱい思い出すことにしてます。お金を使うときは、まあ、毎回それやってたら大変なことになるんですけども、本当に使うときは、はい、そうです、変換、でもね、食品、かき氷って食品の部類なんですけど、私の、あ、じゃあかき氷っていう枠はもちろんあるんですよ。かき氷っていう家計簿の中にもあるじゃないですか、食費とか
なんとか日なんとか日かき氷っていう枠を私は設けてるんですけど、私の中では食費なとこあって、逆にその食費が食費の一部だから、それ以外の食費を、そうそうそう、減らせばいいんですとかね。まあでもこう仕事してるからお弁当もらえるしね、美味しいしね、食費はそうなのよ、総額的に言うと。うん、全然うっす何の話してんねんっていう感じで今日も、やってきました。こちらの配信もう56分ということで、ずっと喋れました。なんか、まあ、久しぶりでしたかね、配信も。どうでしたかね。そう、美味しいものを食べていきましょう、皆さんも。はい、喋りすぎた、声がかすってんのに、本当によ、大丈夫、無理して出した声はないので、割とあのいけるトーンでずっと喋ってたので、声低いねって思われてるかもしれない。割と地声は低めですけど、抑え気味で喋りました。これより上に行くと値段がかすっちゃうんですよ。ほら、かすっちゃう。そう、だからこの息で喋ればかすんない。もうちょっと上げたらあれ結構かすってますね、自分でも気づいてませんでしたいいや、いいのさ、いいのさ。あのランキング読みます、すいませんね、ちょっと時間がね、あっという間でした。13位筋肉愛好家、12位どんぐりっこアットマーク、ポニーテールなんだ、え、ポニーテールほどいちゃうよもうほどいちゃったよ。11位エビちゃんアットマーク、来週東京握手会よろです、待ってます、ありがとう。10位海外アットマーク、東京握手会会おうね、待ってます、嬉しい、今日もなるちゃん大好き、ありがとう。9位ケンタアットマーク、かき氷食べてるなるを見てニヤニヤするのは氷氷、あー寒い、すごく寒い、冷えましたね順位変わっちゃった、やだ。8位かすみアットマーク、今日も宇宙一かわいい、ありがとう、来週やっと会える、待ってます、ありがとう。ちょっと待って、それより下は読んでますかね。うん、7位アスカアットマーク、今日もかわいくて大天才、やったありがとう。6位ナッチアットマーク、星屑同窓会で、そうだよ、イベントあるよ、ネオンちゃんで会いましょう。5位クラグリ、今日も天使ななるなるありがとう、やった。4位 TK トンカラアットマーク、タイ5分か。3位栽培アットマーク、 OUC ストレッチ毎日見てたけど推し出ませんでした謎音源ストレッチね。2位ゆうちゃんアットマーク、私の推し歴はこれからも倉野なるみちゃんだけです、ありがとう1位光アットマーク、機内で見てます、え、なんでそんなに可愛いの、ありがとう、だけど機内なのか、台本大変大変だ、お気をつけて。さあ1分切った、やば、あっという間、みんなおやすみ、じゃあまあもうちょっと起きててねんで、じゃあまあまた明日ってなったらいいねってことで、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ拜拜。